はいどうも、バシーデです。今日はですね、僕の部屋の、電気器具をね、交換する動画を撮ろうかなと思ってます。それでは行ってみましょう。チェックラー。うちの電気器具こういうやつなんだよね。普通のね、これビッグカメラかどっかで3000円ぐらいで買ったやつなんですけど、これがついてます。 LED 電球ではありません。これをね、今日交換します。今日はこいつを購入しましてですね、見えるかな、これパナソニックの HH の CE0819AH っていうね、LED シーリングライト超色タイプ、 LED 中光色電球色にね、こう調光できるタイプっていうのを購入しました。はい、僕結構電球色も好きで、映画とかを部屋で見るときは大概電球色にして見てます。今ねこいつ、この器具ね、これをねこんな感じにしてつけて、こういうね状態で、わかるかな、こういう状態にして、映画を見たりしてるんです。だからリラックスするときはね、電気つけるよと。リラックスとかするときは、今のモードにしてます。でこの、ね、スタンド電球は結構色とかもね、こうやって変えれるんだよね。こう色も変えれるタイプ、いろんな色にね、こう変えれるんで ね、こういう、ずっとこういった色に変えたりね、よいしょ。最近ちょっと調子悪いんだよな、こう色をね、変えれるっていうねタイプっす。はい、でどうしても今使ってる電球はこれ消耗品なので、まあ電球って切れちゃいますよね。でもうこれ変えて2年ぐらい使ってるから、だんだんね電球のところが黒くなってきて、で黒くなってくるとそろそろ切れるかなみたいな感じでね、ちょっとずつやっぱ暗くなってくるんですよね。だから部屋で本とか読んだり書き物をしたりするときはちょっと暗さを感じ始めたので、まあ今回はねこの電球を購入したという流れですね。はいはい。で今はね、この器具を取り替えるのに電気をね、これ消しましたので、このね撮影用の照明器具、これをつけてやってます。今箱から出したんですけど、こういったデザインのねものです。もっとねなんかおしゃれなシーリングライトみたいなねやつもあったんだけど、プロペラがついてるやつとか、もっとなんか形が四角くてね、デザインナブルなやつとかあったんだけど、僕はこれにしました。はい、これ Amazon で買ったんですけど、評価もね高かったっていうのもあったし、信用のパナソニック僕好きなメーカーの一つで、まあ信用もあるし間違いないかなっていうのもあって購入しました。はい、で最大6000ケルビンなので相当ね明るくなるはずです。はい、6000っていうとね、イメージしてもらうのはまあ大手百貨店とかね、デパートとかの、まあ、化粧品のコーナーとかね、ああいったあと宝石類が置いてあるところとかは結構照明とかはまあ6000ケルビンとかね、そんぐらいの、明るさをしてますよね。で電球色っていうのがだいたい3000ケルビンぐらいですから、まあその、まあ、電球色の場合で、今ねここについてる、まあ、通常の、なんつうの、今までの LED とかじゃなくて、まあ普通の一般家庭についてるようなやつはだいたい4500とか5000とかぐらいって言われてますね。それよりも1000ぐらいこう、色温度が高いということで、だいぶね、読み書きとか本を読むときに、見やすいよっていうタイプのねものを購入しました。はい、でリモコンついてるんで、これでね、調光、明るさをね調節できるっていうねやつですね。はい、これを今から取り付けしていきたいと思います。はい、それでは今からヒップホップな感じでね、電球をね取り外していきたいと思います。まあ、ヒップホップな感じって言ってもね、別に、まあ、普通にやるんだけどね、これね
まださっき切ったばっかりだから熱いね。意外とね、意外と難しい作業だよね、これね。これはもう多分簡単に取れちゃうんだな。お、なかなか取れねえな。はい、取れました。よいしょ。結構ね、こう最近の器具、こうワンタッチでね、取り外しができたりするっていうのはね、おお、やべ、いいですよね。はい。ただあまり電気のね、知識がない人とかがやると、ちょっと顔暗くて申し訳ないんだけど、怪我をしたりね、感電したりする可能性があるので、まあ全くね、そういった電気のこととかわかんない人とかは、やっぱ購入したお店に相談するとか、電気屋さんに相談するとか、あとはバシヒデのね、メールをチェックして、まあ、取り付けに来てくださいっていう風にメールしてくれたら、まあ3万円ぐらいでね、取り付けに行きますんで、ヒップホップな感じでね、行きたいと思います。はい。まあ行けたらですけどね。ピース。で、大体ね、どこのお家にもね、こういったね、引っ掛けシーリングみたいなのがね、これ今電気を取り外した後なんですけど、こういうのがついてるんで、ね、こういうのがついていれば、まあ、最近のね、家電量販店で売ってるね、LED 器具とかは大概つけれます。はい。僕ちょっと電気のね、ことをかじってる人間なので、まあ、知ってるんですけど、全くね、そういうこと知らない人もいるかなと思って説明しようかなと思うんですけど、 LED 器具ってこういった電球はね、ほぼついてないですからね。こういった電球はついてませんよ。まあついているものもあるけど、あったとしてもそれはもう古いタイプだと思います。最近のね、もうめちゃくちゃ新しいやつっていうかね、やつはこういったね、わかるかな、もうこれ半導体の素子が光るようになってるんで、これをね、分解して開けた時に、わ、これ玉ついてねえじゃんってなんないようにしてくださいね。玉ついてないですからね。この半導体の素子が光るんですよ、 LED っていうのはね。はい。こういった玉を別途購入しなくてもいいんです。はい。まあ中にはこういったね、LED 電球って言って、これ自体が、これは蛍光管なんだけど、そういったタイプも中にはあるんだけども、最近はほとんどね、この半導体がね、まあ、発光ダイオードっていうね、ものになるのかな。それがね、こう光るんで、まあ玉がついてないからといって、問い合わせとかしないでいいですよ。その辺は覚えておいた方がいいですね。結構コメントとか見ると、開けたら玉ついてなくて返品したとか、そういうね、ちょっと時間のね、ロスしてるような人がね、結構いたんで説明しようかなと思いました。さっきのね、引っ掛けシーリングにまずね、この器具を取り付けるための、まあ、引っ掛けの器具をね、付けます。こんな感じでね、今引っ掛けの器具取り付けました。はい。それでは取り付けをしていきます。うん、お、簡単につきますね。結構押し込む感じでつきました。よいしょ。で、コネクタをはめて、蓋をはめていきます。オッケー、つきましたね。はい、今器具取り付けまして、このね、リモコンを使ってちょっと点灯していこうと思います。じゃあまずは前灯。おお、あ、いいっすね、これが前灯。うん、だいぶ明るいね。はい、これが 6000K なのかな。はい、めっちゃ白い感じですよね。はい、うん、自然光により近いというかね、そういう感じですね。はい。さっき使ってたこの蛍光管よりもやっぱこう白いというかね、LED っぽさがすごい出てるなっていう感じしますね。で、こっからちょっと下げてって、今色温度変えてってます。ちょっと変わったね、ちょっとオレンジっぽくなった。これが最大かな。で、暗さを、あ、明るさを変えれるんだね。うん、こんな感じだね。うん、で、これを明るくしたり、ほん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 、おお、こう今、うん、これがね、今
言えるかな、暖かいっていうこっちの下を押しました。で前頭にするときはこれ前頭を、ピッて押すとこれ前頭ですね、最大なのかな、はい。でさらにこれ常夜灯っていうのがあって、常夜灯を押すと徐々にね暗くなっていく、はい。これまあまあ豆電球ってやつですよね、はい。前頭ですね、はい。こんな感じになります、はい。というわけでね、今日はね、あの僕の部屋のね、電灯器具をね、蛍光管のものから LED タイプのものに変えたよっていうことで動画の方を、お伝えしました、ね、明るさとかね雰囲気とか、うん、やっぱだいぶねいいっすね。これ多分カメラ編集これからするんだけど、いい感じに撮れてんじゃないかなっていうふうに思います。今までのね、あの蛍光管のものよりも今モニターで見た感じでも、あのほんとね、照明を当ててるのと同じようなぐらいな感じになってますね、はい。これはおすすめ、部屋の中でね Vlog とか YouTube 撮る方には、おすすめできる器具だなというふうに今思ってます、はい。ね、で、まあ、電灯器具のね交換の仕方もちょっとそんなね、専門的には撮ってないですけども、こんな感じでね変えるんですよっていうのが伝わったかなっていうふうに思います。ただね、高所っていうかね、ちょっとやっぱ天井ね、まあ室内とはいえ、高い場所でのね作業になるんでね、まあ慣れてない方はね、家電量販店の方や、まあ町のね電気屋さんに相談するとかね、もしくは近所にいる慣れてる方にやってもらうとかね、まあ、僕にねメールくれたらね、時間があればね、行きますんで、夕飯ぐらいねご馳走してくれたらやりますんでとか言ってねまあ十分ね電気は感電ね事故とかもありますからね、気をつけて、やってくださいっていうことでね、今日は、動画の方を終わりたいと思います。参考になったかな。本当はね、この動画にね、僕の新曲をね、歌ってるところを織り交ぜようかなと思ったんだけど、ちょっとそれだとややこしくなっちゃいそうなので、今日はこれで終わりにしときましょう。で、まあ、最後に一つ宣伝なんですが、エッグクリエーションプロモートのね、北海道のアーティストヘリオレックスさんがプロデュースしているコマンドゴーっていうねアルバム、配信されてますんで、そちらの方ぜひチェックしてください、よろしくお願いします。僕もね、3曲目、アルバムタイトルのコマンドゴーというね、アルバムのタイトルと同じ曲コマンドゴーという曲でね僕歌ってますんで、そちらの方もチェックしてください、ね。そちらのねまた、紹介動画っていうかね、それに、関係する話とかもねちょいちょい動画の中で入れていこうかなと思ってますんで、どうぞご期待くださいませ。それではまたお会いしましょう、バイバイ。Thank you.